さて、本日紹介しますのはこちらです。フューチャーテックバンドルですね。紹介していきたいと思います。まあ、こちらですけど、このね、まあ、ちょっとこういろいろ入っておりますバンドルで、まあ、最近またねバンドル商法がね多いですけど、まあ、今回のバンドルもまた結構豪華なんでね、おすすめのバンドルとなっております。で、まあ、一個紹介していきましょうかね。まあ、とりあえずはこのバンドルのメインといってもいいこの地球儀ですね、フューチャーテック地球儀なんですけど、まあ、こちらね、バグで取れちゃってたんですよね。そのこのフューチャーテックバンドルが来る前にですね、バグでですね、取れることができるという、まあ取れるというかね、設置できるバグがちょっとありまして、もうキャンプに設置してる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、一応ねこのバンドルのまあこうメインだったのかな、なんとですね、回すとこの核が落ちた地点がね、分かるという謎の仕様になっております。結構ねやっぱりキャンプこの地球儀目立つんでね、で回しておっとみたいな感じになるんで、いい地球儀なんですけど、まあ、ちょっとねその無料で設置できた期間があったんで、まあ、ちょっとここの部分がね、なんていうのは損じゃないけど、あまりよろしくないですよね。まあ、一応多分今修正とか多分今後入ってね、設置できるようになると思いますけど、まあ、一応ねこの地球域の方がね入っております。まあ、そしてまあこうもうね一番のこう存在感をアピールしている、まあ、階段ですけど、この階段もですねボルトテックプロトタイプの、ボルトテックの階段か、ボルトテックの階段なんですけど、この階段ねまたねでかいんですよね。でですね、この階段結構ね見た目もいいし、キャンプの存在感かなりねいいんですけどね、そのこの階段ちょっとね、まあ難点っていうのかな、まあ、ちょっとこう残念な点がいくつかありまして、ちょっとそこを紹介しておこうか。存在感あって、で階段のデザインもね数少ないんでね、この通常階段とちょっと綺麗な階段があったかな、階段デザイン意外と少ないんでね、階段貴重なんですよ。でこの通常階段に比べてね、やっぱり幅もあってでかくてね目立つんですけど、まあ、まず一つのね、まあ、残念な点、例えばですけど壁を設置しましょうかね。もう設置できないかな、ここちょっと先に壁をじゃあ、この階段ですね、配信時もちょっとね、注意を促したんですけど、どっか置けないかな、壁があって。ちょっと置けるスペースないな。結構ちょっと外してみようかな。ちょっとこいつを外して。外せないか。受けてみようかな。もしかしたら先に階段設置しないといけないパターンかな。お、いや、いけたね。これ、階段の幅が広すぎて、こんな感じでめり込んじゃうんですよね、一部。ちょっとね、階段の幅が広すぎてね、壁にめり込んでしまうっていうのはちょっと難点かな。で、もう一つね、ちょっとね残念な点っていうのが、この階段をつなげるとちょっとねこのつなぎ目がねちょっとねひどいんですよね。このつなぎ目がまたちょっとねひどい感じなんですよ。なんでちょっと見栄えが悪いかな、ちょっと残念ながら見栄えが悪い感じですね。ちょっとこの
段差、まあ、普通に登れるけどちょっと見栄え悪いよね、まあ、せっかくのねオニューの階段のデザインなんでおすすめなんでね、なんていうの、周りにこう壁がないところとかで使うとかなりいいんじゃないかなと思います。普通に使うとちょっとね、室内とはじゃちょっと使いにくいかな。であと両脇のスペースはちょっと使えなくなっちゃうね。普通の階段ですとね、ちょっとスペースがあるんで横に物を置いたりとかできますけど、まあ、ちょっとそれができなくなるかな。そんな感じでちょっと階段で難点がありますね。で、あとついてくるのがぬいぐるみ2つですね。ぬいぐるみ2つっていうかぬいぐるみとランプですね。ちょっとね、ちっちゃいかな。意外とちっちゃいかな。ちょっと他のぬいぐるみと比べてみようか。他のぬいぐるみちょっと設置してますんでね、意外とちっちゃいんですよ。うさぎと高さ同じぐらいかな。うん、ちょっとねちっちゃい、思ったより小さかったですね。もうちょっと大きいかなと思ったんだけどね。でもまあ可愛らしいんでね、おすすめです。もうちょっとこうでかくてもいいかなと思ったけどね、うさぎよりちっちゃい人だからねでランプの方もね、ちょっとちっちゃいですね。こんな感じでちっちゃいんでね。で、残りが、まあ、このカットアウトかな。このピップボーイ2000のピッ、カットアウトですけど、このね、あのカットアウトちょっとね、裏もね、絵があるんですよ。こっちちょっとね、見比べのために設置しましたけど、この裏がないんでね、まあ、ちょっと裏を持って使えるっていうので、まあ、なんていうのかな、いいんじゃないかなと思う。こいつだけなぜか裏表があってね、こいつはないんだよね。でもう一個あっちのか、あの指さしてるやつもないもんね。やっぱり裏表あるんで、まあ、使いどころによってはこう面白い使い方ができるんじゃないかなと思います。で残りあとはあの旗ですね。このフューチャーテックの旗ですけど、まあ旗もまたこうなんていうのかな、いろんな種類出てますよね。バンドルには大抵旗入ってるんですけど、まあちょっとこうおしゃれかな。今までのこうなんていうのかな、レイダーとかのレイダーって書いてあるよりかはちょっとかっこいいんじゃないかなと思います。でちょっとね、自分がこのバンドルでね特におすすめしたいのはこのプロトテックのプロトタイプジェネレーターなんですよね。ちょっと一番最後に紹介しましたけど、このジェネレーター何がいいかってね、これ分かりますかね。もう多分お気づきの方もいると思うんですけど、一切音がしないんですよね。ほぼほぼかな、音してないんですよね。通常のジェネレーターですとね、通常のジェネレーターだとですね、もうここで分かると思うけど、音がね、この音が入っちゃうんです、この音が。やっぱね、この音がね、ちょっとうるさいなって人もいると思うんですよ。自分も特にね、このジェネレーターの音うるさくてね、あんまつけてないんだけど、これ、音がしないんですよ。なんでね、自分のキャンプでもかなり使ってますけど、音なし。この音がないんで、どこにでも設置しやすいかなと思います。煙も出ないんでね、かなりいいんじゃないかなと自分は思います。自販機、なんかこう、ちょっとこう、前に設置してね、こう雰囲気出すのもね、悪くないんじゃないかなと思います。で、重ねることもできるんでね。ただ小型なんでね、電力量が確か3なんでね、ちょっとね、電力量少ないんで、まあ、今後ね、この、中型と大型に核の方も来てくれるとちょっと嬉しいなって感じです。ほんとね、キャンプ、まあ、騒音に困ってる方はね、おすすめの発電機だと思います。よし、これで一応全部ですね。で一応この全てを含めて、まあ、ちょっと一部入ってないものもありますけど、これら全てを含めてなんと1500アトムなんですよね。1500アトム、単品買いするよりかはね、かなりお買い得です。単品買いするよりかはかなりお買い得なんで、ちょっとこの階段入ってないけどね、
単品買いするよりかはかなりお買い得なんで、今回ね、特にキャンプ用品がね多いんでね、キャンプをがっつり作り込みたい方はね、特におすすめできるバンドルじゃないかなと思います。特にジェネレーター階段おすすめなんでね、まあ、単品購入もねできるんでね、それで買うのもいいかもしれないけど、バンドルだとかなりお安いんでね、おすすめです。もしよろしければね、ぜひぜひ購入してみてください。というわけで購入の参考になればねと思いまして、本日紹介したのはフューチャーテックバンドルでした。ではね、皆さんいいキャンプを作っていきましょう。